はい、どうも、ナッチンズメイト第3回目のゲストは、ハイジの、ヨシヒコくんとコウスケくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうね、忙しいのにね。おととい、ヒデさんのね、はい、バースデーイベント、はい、終えたばかりで、はい、お疲れのとこすいません。いえいえ、とんでもないです。ね、久しぶりだよね。コウちゃんはね、結構キャンプとか、あと僕の配信キャンプキャンプ、あとでゆっくり話す。ベースキャンプ部の部員にね、勧誘したの、強引に。あ、部員なんすね。そう、部員なの。部員なんだ。部員なの。そう、この間デビューしたんだよね。デビューキャンプデビューして。キャンプデビュー。そう、で、あと、配信、2回出てくれたんだっけ？ 1 回か。1回っすね。ホルモン屋さんのね。第1回じゃないですか。そうそうそう。第1回目に呼んでもらえたんですよ。そうそう、俺ミスターシャムシェードって呼んでるんだけど。大好きですか。そうそう、はい、でえらい詳しいから、そう、それでいつもね、まあ、シャムシェードのこと好き好き言ってくれてるから、第1回目のゲストに呼んで、で意外とだからちょいちょいやってるんだけど、ヨシヒコ君は多分ね、歌舞伎町の寿司屋以来だね、一緒に。あ、それは飲まさせていただきました。飲みだよね。ライスのゆうきくんも。そう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 、ライスのゆきくんのイベントに、多分俺がやってるバンドが出るので挨拶しに行って、はいはい、でそこに行って、はい、一緒に飲ませてもらって、一緒に寿司食ったっていう。びっくりしました。いや、こっちもびっくりした。人生が来た、それだけでびっくり、忘れてないです。そう、はい、そういうことがあって、ごめんね、呼ばなくて。いやいやいや、全然。これ今日流れないんですか、こういうなんかこう、こんばんはみたいのが、できればこう、みんなのね。あ、そうです。こうちゃんとかさ、さっきからヨッピーって呼んでない？ああ、なんか普段の呼び方なんです。あ、そうね、ヨッピー、はい、なんかヨッピーとか、自分はヨッピーって呼んじゃってるんですよ。うん、うん、ヨシヒコって呼んだ方がきっといいんでしょうけど。いやいや、ヨッピーで行こう、今日は。光栄です、ありがとうございます。いやいや、なんか15周年を迎えたっていうことで、はい、はい、びっくりしたんだけど、あ、もう15年経ったんだっていうのと、え、15年ってことは結成したの2006年ってことでしょ。そう、そうですね。2006年なんて結構最近じゃんみたいなの。あ、そうです。俺の感覚で言うとね、はい、だいたい俺の周りだと1900年代にデビューしてるから。あ、はいはいはい、そう、だから、まあ今日ね、ちょっと15周年を迎えたってことで、まあ、あれだよ、ネット見りゃ何でも載ってる時代だけど、まあ、あえて、その、結成のいきさつからね、歴史をちょっと初めて見る方もいるかもしれないんで、はい、そうですね。ハイジの歴史をね、教えていただきたいなと思って。はい、はい。うん。まず、まあ、ウィキペディアに載ってますけど、はい。オーディションしたっていうの、ボーカルを。まあ、オーディションっていうか、まあ、ひたすら探してまして、ボーカルを。先に楽器隊が決まってたってこと。そうなんですよ。うん、楽器隊、まあ、ギターのナオとかは、まあ、うん、小学校から一緒なんですけど。そうだよね。うん、で、まあ、その、よく、そのナオと前にやってたバンドで、対バンしてたのがドラムのキリンのバンドなんですよ。うん、それで、まあ、お互いそのバンドがなくなって、はい、その3人、まあ、簡単に言っちゃうとその3人でやろうってなって、うん、でボーカルどうしようっていうのを1年間やりました。あ、1年も探してたんだ。1年間ヨッピーと出会うまで1年間だったんです。ヨッピーよく会えたなあ。1年後に、はい、その間って、ごめんね、その間って何人かとはありましたね。会って実際に音合わせたりとかも。音合わせた人もいるし、カラオケボックスで個人的にそれぞれが動いてたんで、うん、誰がいないかっていうので、はいはいはい、でカラオケボックスで個人的に歌ってもらった人もいるし、うん、それ知らない。知らないでしょ。そう、超気まずかったんだから。まあまあ、だからいわゆるその人たちは不合格っていうか、お断りはして、はい、だよね、はい。なんとなく漠然と曲もちょこっとだけ作ったりもしてて、あ、オリジナルでオーディションっていうか、はい、で、まあ歌ってもらうのとか別にまた違うんですけど、うん、でその中で、まあ、みんなが思い描いてるボーカル像っていうのが、まあ、漠然とふわっとはしてたんですけど、うん、まあ、いかんせんハマんない。ああ、でヨッピーは誰かの紹介
とかってこと？あの池袋サイバー。おお、はいはいはい。確かなくなっちゃったね。そうか。そこの、うん、なんか、まあそうだね。その時、うん、まあ、その時に自分のバンドも開館するのが決まってたんで。あ、他でやってたのね。あ、そうです。あ、なるほど。はい、で解散決まってて探してるっていう3人がいるから、はい、ちょっとどうかなっていうのはヨッピーの方から情報を得て、店長から情報を得て、あのもし会ってみたら会ってみたら、おー、なるほどね、まあ、チャンスだと思うよっていう感じで声をかけてたので、うん、その時でも陸上自衛隊に行こうとしたのよ。あれ、あ、本当だ。もうバンドを諦めて。マジで2年半ぐらいやったんですけど、もう売れないな自分と、あの ESP 卒業生なんだけど、うん、あ、親から卒業したらやめなさいと。なるほど、学校も出ました、はい、で2年間そのやってみた、でもなんかちょっとあまりいい日の目を見ない、はい、やめようかな。そうです、22歳ぐらいだったんで、うん、もう普通の大学生ならね、就職する年だし、はい、でも、じゃあ自衛隊ってなんで？まあ、うちの姉が自衛隊だったんですよ。うっそ、すごいなので、そうなんだっけ。そう、すごいね。なので、そのあんたもどう、まあ、みたいな軽いノリで。そうです。マジか、そんな簡単に入れんの？まあ、一応試験で、あの、あるんですけど、だって、試験ができても体、まあ、体力的なもんとか大丈夫なの？なんとかなるかなと思ってたんで。でも実際はその受けてはないよね。まあ、あの、いや、試験はちゃんと受けました。だから本気なんですよ。本気で。だからちょっと出会うのが遅かったら行ってた。もう、あの、お国現場に行ってたんじゃないですか。お国の、はい、現場に行ってた。マジか。本当に。なんでそこで親にごめんなさい、もうちょっとやらせてください、うん、ちょっとなんか気になる3人見つけちゃったからみたいな。もうラストチャンスでいいの。へえ、それで15周年だよ、はい、あ、その時はもっと前だよね。そうです、15周年どころで。そうです、でね、すごいね、すごいね。だから今となればもう親も、応援してくれてるんですけど、うん、本当当初はなんかギスギスしてましたね。お姉ちゃんと、もう、ね、あんたもそうで。ちょっと意外な経歴の持ち主というか、まあ、それでじゃあ初めて3人と会ったわけじゃない、はい、その時ってどういう、まあ、まず声聞いてみないとどうにもならないわけじゃない、はい、どういう形で入ったの？スタジオとか？スタジオですに入って一回ナオと花、まあ、ギターと2人でなんか話し合いみたいな、サイバーで、サイバーの奥のところで話したんだよね。話したで、スタジオ入ってみようってなって、当時 MD ですよ。 MD だね。はい、で MD でなんかなんとなく撮ったオリジナル曲、うん、この曲覚えてきてくれみたいな、だよね。そうで、その曲をスタジオで合わせよう。いや、じゃあその場で覚えろって言われた。あ、そうか、すごむちゃくちゃ言われたね。で、覚えたら言ってくれっつってやりました。え、その場で聞いて覚えたら、じゃあはい、スタジオ行こうって感じだったの？あ、スタジオの中、スタジオに呼ばれて、スタジオで MD を渡されて、そこがその場で聞いて。まあまあパワハラだね。今思えばそうです。ねえ、はい、それすごいな。いや、楽器だったらまだね。ひどい先輩ですよね、そう考えると。先輩なのか。はい、先輩なんです。一番年下なの。あ、まあ大して変わらないですけど、うん、まあもうやっぱバンド歴も先輩。いやいやいや、それはちょっとひどいよ。いや、だって楽器だったらね、譜面というかコードが書いてあって、はい、で何回か聴いてやれなくないじゃん。はいはい、歌だよ。いや、ないと思いますね、そのないと思います。でも、え、そのさ、その時ってもう存在はしてたの、お互い？一回自分のセッションに来てくれた。一回見に行ったんです。あ、じゃあやっぱ知ってはいたんだね。はい、でその時歌聴いてんじゃん。でもあんま印象にもあったんだよね、言ったけど。なんか、ああ、普通にうまいねぐらいで。本当かよ。で、あの、当時、めちゃくちゃ太ってたんですよ。うん。はい、なんとなく知ってる。
めちゃくちゃ太ってて、めちゃくちゃってデブじゃん。まあ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 、めっちゃ普通にね。大丈夫、解散しないでよ。大丈夫大丈夫大丈夫。もう全普通にこういう話するって、うんうん、で、うん、そのくせにノースリーブ着てたんですよ。おお、だからなかったんですね、自分の体型が。だからあいつすっげえ、あの体型でノースリーブ着てフロント立つって、あいつ度胸あるよって話してて。逆に印象残ったってことじゃない？分かった。そうなんですね。すごいね、俺には着れないわっていう話をしてたのは覚えてます。で、本人にもそれ話そうかなと思って最初のスタジオの時に話したら、自分からあのちょっと言いたいんですけど、自分に痩せた方がいいですよねって自分から言ってきたんで、うん、あ、決まりだってね。やっぱそういうとこさ、あの一緒にメンバーになるからには気にするよね。そうなんです。そういうあの、うん、やっぱ見た目とかもね、まあ、気にはなってたんで、うん、それを自分から言ってきたっていうところに、うん、なんかビビッときて。そうそうそう、まあ、もちろんその前にあの一緒に合わせた時のその歌が何の違和感もなくハマってます。うん、うまーとか、もちろん上手だったんですけど、うん、うまーとか言う以前に違和感が全くなかったんです。一緒にやったら元からこうだったんじゃないっていう、うんうん、それがだから決定だったんでした。それが何年？2005年。あ、そうなんだ。え、じゃあ2006年デビューって言ってるのは CD を出したのが2006年ってこと？2006年の6月に、池袋サイバーでライブやった。初めてのライブをやった。それがデビュー、結成、それが、そっか。じゃあ、その、入りました1年ちょいぐらい、その曲とか一緒に作ったりしてやって、はい、で、6月に初ライブ、はい、サイバーで。はい、あワンマンだったんですよ。今までその2年いきなりワンマンなわけ。そうなんです。またパワハラだね結構。なかなかだねこのバンドは。すごい緊張したのを覚えてる。まあ最初でしょ。これあ違う、ミセスなんだ表紙は。ちょうど2006年なのよ。はい。でこれに載ってるのね。ルーズメイトさんですね。そうそうそう、では覚えてる。うわ懐かしい。コウスケじゃないよねこれ。若干違いますね。いや、ヨシヒコは分かるよ、すごい。これ違う、違うよね、誰これ。いや、コウスケです。コウスケ変わりましたね。これは見せて大丈夫だと思う。むしろ見せてほしいぐらいなんですね。はい、髪の色も派手だったしね。金髪だったし ね、 ね、そうだよね、うん、白黒って。そう、あごめんね、これちょっとモノクロだから、まだあの出たての時は。いやそれでもなんか、ね、ちょっと金髪だってわからないもん、これモノクロポーズだから。いやでもあのフールズさんでその、うん、ましてやこの見開き、そうそうそう、白黒でも見開きもらえるっていうのは、いやすごいと思うよ。当時どんだけすごいことだったか。シャムシェイドこんぐらいだったもん最初。本当に本当ですか？あの本当本当。こっからのちょっと時代進むとね、多分ね、カラーで分かるから。2000、まだ白黒だったら面白い。8年で、ちっちゃくなっちゃうよね、扱いは。どこまでも白黒でそのままちっちゃくなっていくっていう。あ、ほらもう。カラーじゃないですか。ほらもうこうなっていくんですよ。ね、人気が出てくると。ね、懐かしいです。これももうどこで撮ったんだって。あ、もう奈緒くん、裸足だもん。あ、そうです。あ、やっぱそういうイメージありますね。パワハラの顔かもね。ね。あ、懐かしい。え、リーダーって？そのただし。あのなおですね。はい。そうなんだ。最初の1年は僕がリーダーだ。そんな交代ってあんの？初めて聞いたけど。あの、リーダー交代。最初の1年僕リーダーだったんですよ。うん。降ろされた。コウスケリーダーで。うん。2年目ぐらいから何の話もされずに、なんかみんななんかあのリーダーのナオですみたいな感じで、うっていう、あのふわっとなんか、そんなことってある？リーダー交代で、あれ、それこそメジャーデビューの時に、うん、あの
リーダーを取り戻そうとリーダー総選挙ってのやったね。やったでしょ。なんかライブで。ライブで赤坂ブリッツで。え、誰が採点するの？お客さんたちが、票入れるの。だからもう演説もして、あの初代1年間リーダーだったコウスケです。再びリーダーになって。戦いは2人で4人です。だってコウスケは座をね取り戻したい気持ちがあったかもしれないけど、はい、他の2人は別にリーダーやりたくないかもしれないじゃん。そうで結局リーダー気質じゃないのは多分ファンの方も分かってるんで、うん、俺はまあやっても大丈夫、リーダーにはならないなと思ってやらせてもらって。でまあその時赤坂ブリッツだったんですけど、うん、赤坂ブリッツで、うん、あの4人前に出てきて最終決戦で、うん、あのピンスポが4人に当たって、うん、ドラムロールで第4位はっつって、うん、パーみたいな感じで、はい、4位はまあキリが来ました。ドラムのキリが来ました。はいはいはい、まあまあまあそうでしょうと思ったんですよ、まあまあね、さあさあ第3位はでまあバーンってなってもう一騎打ちを覚悟したんですよ、うん、本気で演説をした、うん、で自分がついたんですよ。なんだよ嘘だろと思って。早々に嘘だろと思ってる。だって1回経験してんだよ1年リーダー。そうっすよ。が3位。いやもう当然最後あのまあナオと元リーダーの一騎打ちになると思って挑んだんですけど、うん、まさかの自分が3位で転倒されて、うん、で一番リーダーにしちゃいけない人間が残っちゃって、うん、ちょっとざわついてたよね。でも結果ナオでしょ、うん、なったんですけど。じゃあよかったじゃん、そのやらせもなくはい、やらせもない。よかったじゃん。よかったじゃんというか、だからやらせもないのが悔しいんですよ。うん、でファンの方々もだから納得してたわけじゃん。つまり。はい。ね。そうっす。もう一回やってみれば来年。そうそう。4位になってくる、ね。どう落ちてる。でも多分ファンのみんなも当時あの吉彦にハイジのリーダーやらせたらその後。ハイジどうなんだろうっていうなんか面白さみたいなのが、あそう、それはそれで面白いかもしれない、ね、なんかひっちゃかめっちゃかなんじゃないのかみたいな、そういうの持ってたよね。あそうだ、逆に面白くなんじゃないかって思われてます。そう、まあ純粋に横でショック受けてた人いますけどねいやでも俺が思うバンド像ってやっぱボーカルってさ、うん、バンドの顔じゃん、はい、広告塔じゃん、はい、だからなんかあの余計なことさせたくないって自由で言ってほしいっていうか、リーダーになっちゃうといろいろ雑用あんじゃん。まあいろいろなこと考えないといけない。ごめんごめん、リーダーじゃないから分かんないけど。いやいや1年やったのか。リーダーでしたよ。1年雑用あったでしょ、いっぱい。いっぱいありましたよ、あの周りとのあれとかも。いっぱいありました。だから そういうのね、やっぱボーカリスト得意な人もいるかもしれないけど、俺は多分ボーカリストがやんない方があなんかそのバンドいいんじゃないかなっていう気はしている。まあでも分かります、それは。そう、今でもリーダーになりたいの？いや、もういいかなって思ってもういいかなって思ってます。でもさ、結局例えばまあ今日ね、俺が呼んだっていうのもあるから、はい、ね、コウスケで、コウスケがヨッピー呼んだんだけど、はい、普通こういう時ってリーダー来るじゃん、何回出る時って。あ、そうです、ね、うん、だからリーダーなんじゃん、コウスケは。あ、影の。じゃあそういうことにして、じゃあそういうことで影のリーダーコウスケということでうん、なかなかないんですよね、でもこの組み合わせも。はい。あ、そう。そうなんですよ。まあ、俺とナオみたいなのが多いですね。うん。リズム隊とか。ああ、そういう、うん、そういうくくりっていうか分け方になることが多いかもしれない、ね。なんとなくでも今日、なっちゃんさんにこのお話いただいたときに、よしひこ呼びたいなと思って。うん。すぐ LINE でも、ね、そうくれれば。いやいや、ありがたいです。いや、ありがとうございます。コウスケと二人だと、あんま音楽の話しないと思うんですよ。キャンプ話とかしちゃって、あんまアウトドアはしない。好きなんですけど、やっぱこのコロナ禍になってからはあんまりやっぱりいいかなって、うん。コロナ禍だから流行ってんだけどね。ソロキャンプとかが。あの一人で行けるし、人と接しなくて。一人、うん、なんかあの、バーベキューとか好きだったんですけど、うん、なんかやっぱなくなっちゃいましたね。大勢で集まるのがなくなっちゃったんで、うん、じゃそうなんだよね。だから俺もまあキャンプ語れるほど行ってないんだけど、はい、ソロキャンプの意味が分かんなくて、その、はい、
一人じゃ絶対行かないから。一人で行くことはないですか？絶対ないと思う。あのもちろん今までないし、はい、今後道具ね、みんなマイギアとかさ、マイチェアとかってこうどんどん揃えてってさ、多いですよね、そういうで行くじゃない。そのうわ楽しいっていうのをこう一緒に行った人に伝えるから楽しいのに、一人で噛み締めて何が楽しいのかなでなんかその場で配信して、その配信画面 の今みたいに、うん、あの見てる人がいてね、そう見てる人がいて、それだったらありだよ、でだったらなんか分かち合えるじゃないですか、まあ、でもギリギリだね、それまあ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 、そもそもあんま電波状況良くないから。そうですよね。で、あのコメント途切れちゃったら一人じゃん。そうです。全然楽しくない。でもそういう配信もなく一人で行ってる人もいるじゃん、うん、わけじゃないの方が多いと思うよ。だからそう考えるとすごいっすよね。すごくない？すごい。行ける？行けない。行けないでしょ、うんうん、何を求めたらいいんだろうっていうところを考えちゃうね。ワイワイしてた方がいいよね。まあそうですよね。この間すごい楽しそうだったもん。あ、そのタンクの。そうそうそう、なんかね、忙しい時に誘っちゃって、本当は来れなかったんでね。でももう頑張ってギリね、あのいろいろあの覚えることを覚えたりとかして、はい、ギリじゃあ行きますよってなったんで、ね、はい、ただあの途中のね釣りぐらいの時から来て、頭には間に合わなくて、うん、あすごい。キャンプで釣りもやるんです。そうなんですよ。今回やった。あすごい。釣りをやって、うん、その釣った魚を、うん、あの自分たちで火を起こし、火を起こして食べる。釣りがまた難しいですよね。難しかった。その、まあ、上手な人が全部その竿とかも道具を揃えてくれたんだけど、はい、その人はヒューって投げて、あのこんな感じですってちょちょってやってるともう釣れちゃうの。で同じとこでやってんだよ、同じ道具で全然釣れないの。やっぱなんかじゃ違うんですね、うん、そのルアーっていうと本当技術が必要となる。動かす。そう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 。すごい楽しかったです、ね、結局でも釣れたんだよね。6匹っすよ。あれそんな釣ったんだっけ。6匹っすよ。なかなかだね、遅れてきて。気がついたら最後にあの先輩煽ってた問題が一匹も釣れない、そう、そう、一匹も釣れない人がいて、そう、先輩がいて、うんうん、その先輩にその指導してくれる先生がずっと付きっきりで、うん、1匹は釣らせるっつって、うん、最強の道具も渡して、で横で全く空気読まず、はい、5匹目って言って、やだ後輩そら一言横から先輩が、コウスケがめちゃめちゃ煽ってくんで、その瞬間よ、俺がパーッと思ったの。煽ってた。そう、煽ってた。事故よ、事故。いやだってすごいよ、あの時間から来て6匹は本当見事だと思うし。そう、それで釣り終えたらその焚き火できるところに移動して、で、火起こし担当だよね。そうです、ナッチさん2人で火起こして、うん、全然つかない。全然つかない。なんかね、火花をこう起こすやつだよね、はい、で、なんかこう毛糸みたいな、こう作ってきてくれたやつにその火花がつくと一瞬ボッて燃えんの、はい、でも、もうすぐ燃え切っちゃうからね。その燃えてる間に細い木とかにつかないともう消えちゃうわけ。ああ、一瞬しかつかない。そうで、風送る係に。そう、ナッチさんが火を落とす係で、うん、自分がその風を送る。そうで、風が強すぎて火消しちゃう、ね、何回か繰り返したよね。結構やってましたよ、ね、2人でこんなに難しいっすねっていう話をしてそうそう。で、ナッチさんがまた火を落とすの超うまいんですよ。そこだけ、なんで俺って敬語なんだろう。あ、そうです、うん、そこだけね。そこまではいいんだよね。そこまで。その後がダメなんだよね。そうなんです。続かないですよね。うん、そんな難しいんだ。いやいや、だからそういうのもさ、2人でとか大勢いてね、うわ、つかねーとかって言ってるから楽しいじゃん。はい、1人で行った時ってさ、やべ、つかねーって1人で言ってるわけじゃん。確かに。なんか、あ、もうソロキャンやっぱ俺向いてないなと思うんだけど。1人でイラッとしそうっすもんね。つかないなーって、うん。まずね、バーナー使っちゃおうと思う。一人でボーって言ってまあそれで終わりですもんね、うん、それか石油ストーブ持っていくと思う一人だすごいキャンプ。でも意外でしょ、あの俺がキャンプ全くもう対局じゃん。完全にずっと家の人だもんね。そう、ずっと家の人。
地方行ってもずっとホテルの人です、はい、そうなあっていうかまずさお酒あんまあれだよね。そうです。酒の場は好きだけど、はい、あんま飲まないしみたいなんだよね。はい。だって楽しかったじゃん。焼いて食ってね。はい。で全然お酒は。酒は好きでは好きですね。うん、はい。でもそんなに飲む方ではないけど。はい。ハイジはみんなじゃあそういうあんまお酒は。うちのメンバー好きだよ。うちはやばい。リタードラマーもライブが終われば。両極端なんだ。両極端です。ハイジが現場に行くと酒冷やすバケツが置いてある。そうなの？はい。自分飲まないのに巻き込まれて、うん、ハイジは酒を置いておかなきゃみたいなイメージになっちゃう。へえ。そうです。他の台湾からも多分酒があればハイジからもらえるって思ってる、まあ、人が多いから。ああ、ストップ。ああ、置いてあるってこと？はい、台湾空いてる。すごいじゃん。あのさでっかいでっかいさゴミ箱みたいのにガーンって入れといてほしい、はい、今度そしたら俺見に行くわ。お祭りみたいな。そうそう、お祭りみたいな。といったわけで、まあ、前半はねちょっとここまで、で後半もっとね深いプライベートな話とかもね、あと、はい、年末だっけ、ライブ。そうです ね、そこに向けてのちょっとちゃんとした入社らしい話というかねしたいと思うんで、ここでちょっと一回ミュージックビデオを挟ませてもらいます。はい、はい、ではじゃあ、ハイジの最新の、MV の曲になります。では聴いてください。ハイジで一別。